はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ご紹介するのはこちら。はい、ドン。はい、出ました、グランジスタネロ。はい、ネロといったら、そう、海外限定品です。はい、それのゴジータ。はい、このゴジータは前にね、グランジスタは出てるんですよね、ゴジータ。はい、その時はスーパーサイジンブルーなんですよね。はい、でも今回は、金髪の、スーパーサイヤ人バージョン。はい、そして、これね、顔表情も違います。はい、で手も違います。はい、こういうね、変更点があるバージョンです。はい、ちゃんとね、店面には、著作権のね、マーク、白い、著作権シールが貼ってあります。まあ、白いシールはね、海外の、製品ってことですね。はい、はい、今回これが届いたんで、これをね、紹介したいと思います。まずね、パッケージなんですが、はい、どうですかね。一応今ね、画像で、出てると思いますが、まあこんぐらいの違いですね。はい、では早速ね、中身開封したいと思います。はい、袋の状態を見ていきましょう。こちら、はい、まずはね、補助パーツで、帯ですね。はい、で、フェイス、顔パーツで、上半身に、下半身と、はい、こういう感じで入ってます。はい、では早速ね、組み立てちゃいましょう。はい、ですね、まあ組み立てる前にね、ちょっとびっくりなんですけれども、下半身、これなんですけれども、下半身がめっちゃくちゃ軽いこれめっちゃくちゃ軽いんですけど、何も入ってないよ、これ中。わかります？このカラッカラ、スカスカな感じ。中身空洞ですね、完全に。うわ、めっちゃ軽い。びっくりした。まあ、でもね、ちゃんと、こういう風にね、陰影はついてますね。うん、こうブルーでこうね、白い道着の、ズボンに青いシャドウですかね。ので、陰影が施されてます。はい、まあ、ここの足の部分、これは成型色ですけどね。うん、まあ、帯も成型色。はい、いや、これ軽っ。なんだこの軽さは。はい、あまりに軽くてね、ちょっとこれ単体で先に紹介しちゃいました。はい、ではね、上半身くっつけましょう。はい、くっつけた姿がこちら。ババン、いっちゃいくぜ。めちゃくちゃかっこいい。なんだこれは。めちゃくちゃかっこいいな、このゴジータ。うわー、かっけー。素晴らしい。肌の部分もね、ちゃんとこうシャドウが吹かれて、ちゃんと陰影がはっきりしてますね。うん、これはいいですね。
ここの黄色の部分もね、濃いところはオレンジっぽくなってて、うん、ちょうどいい感じにね、こうグラデーションみたいになってる感じかな。前で言うとね、まあやっぱここのもうダメだ。はい、すいません、メモリの容量がなくなっちゃったんで、ちょっと、容量を開けて、取り直します。はい、まあ、という感じで、まあ一通りは説明したんですけれどもね、とにかくね、全体的にすっごくいい感じですね、やっぱり。うん、まあ、グランジッサーシリーズ自体がね、よくできた、造形物なんですけれどもね。で、その続きなんですけど、気になる部分っていうのはやっぱりね、最近よくありがちなここのパーテーションラインっていうんですかね、この縦線、明らかにこうペタってプラモデルみたいにね、こうくっつけたようなこのラインがね、やっぱ気になるよね。まあやる人はね、ここをね、普通に、接着剤とかでこう流し込んでね、ヤスリがけして塗装し直しつつっていうね、プラモデルのね、プラモデルみたいにね、やる人はいますけれども、はい、まあ、私は、まあ何もしません。はい。はい、ということでね、これちょっとマジ、これすごいな、やっぱりね、こうシャドウがこう吹かれてることによってくっきりとね、線がはっきりわかるんで、なんか情報量が増すんだよね。これ最初から施されてるのは嬉しいですね。はい、まあ、あとね、欲を言えばなんですけれども、まあ、やっぱこう持ってるってことは、もうここにね、ソウルパニッシャーの弾を多分持ってるような感じだと思うんですよ。うん、だから欲を言えば、まあ透明のね、支柱かなんかをここに刺して、ソウルパニッシャーをつけるみたいなな、みたいなね、そういうね、なんかこう、ちょっと一手間加えて欲しかったなっていうのはありますね。そうすればもっとすげえ良かったんや。まあ、おそらく自分でできないことはないと思うんですよ。普通にここにね、穴開けて、その透明の支柱を買ってつけて、まあ、ソウルパニッシャーはなんかね、自分でこう虹色に作った玉をね、刺せば多分普通にできるとは思うんですけれどもね。うん、だからそれが最初からついていればね、ほんと最高だったんですけどね。でもこれで十分ですからね。いや、これは素晴らしい。うん、もう、なんだろうな、なんかすごいよくできてんだよな、このシャドウ吹かれてんの。すごいな。はい。ではね、回転台座乗っかってるんですけれども、背景をね、ちゃんとして、一回転させて、そのままお別れしたいと思います。はい。では、回転台座、どうぞご覧ください。